こんばんは、トガシビの動画を見ていただきましてありがとうございます。今はタイのパタヤにおりまして、このタイのパタヤでだいぶ飲みました。飲んだ後の締めということで、後ろにこちらのお店ですね、ラーメン一風堂さんがありますので行ってみたいと思います。ここはセンターフェスティバルフードコートっていうフードコートなんですけども、ここでですねラーメン一風堂があるんです。ここでですね食べたいと思うんですけど、なんかスモールサイズというのがあるみたいなんですよ。そうなんです、スモールサイズを食べて今日の締めにしたいと思います。じゃあ食べます。よっ、なんかビールとこのセットみたいのがあるみたいです。ビールとセットで49パーツで、水餃子かなんだこれ、唐揚げかな、チキン、あ、唐揚げって書いてあるね。あと一風堂ポーコンと、あと一風堂博多餃子っていうのがあるんだ。でラーメンはこのトムヤムクンラーメンっていうのがあるみたいです。でも今日別にトムヤムクンラーメンじゃなくていいかな。まあいいや。でメニュー見てみましょう。ちょっとこれにするか。カラカ麺でショーで、カラカ麺のショーでこれをコンビネーションをトッピングしましょう。そしたらいいんじゃないでしょうか。これで。あ、これフィニッシュ？あ、じゃあこれで、あ、sorry、これでこれ。今注文が終わりまして、スモールサイズのラーメンを注文しようかと思ったんですが、ラーメンのサイズを言うのを忘れてしまいましたので、普通サイズを注文してしまったことになります。それともう一つはビールのセットメニューみたいのを席に着いた時に案内してくれたんですが、案内してくれたものの餃子系の料理はないとのことでした。最初に言ってくれればいいのになと思った部分もあるんですが、結果これ以上お酒を飲まなかったので、それはそれで良かったんじゃないでしょうか。LINE グラブフードってことでこのメニューやってんだ。同じ一風堂ラインメニュー、こういう角煮系のものとかなんだ。Thank you. 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 熱い。辛辛ラーメンです。トッピングしました。トッピングしたんですけど、この卵がね見えてないんですよ。卵が隠れちゃってますみたいなことをね笑いながら言ってくれたんで、その辺はもうご愛嬌ということになるでしょう。こういった感じですね。チャーシューはうまそう。それにネギ、それがこのスープで卵に海苔、こんな感じです。いただきたいと思います。さあ、それでは食べていきたいと思います。これですよ、美味しそうじゃないですか。いただきたいと思います。ちょっとスープからいただきましょうね。スープから、あーうまい、この感じだね、この感じ、うまっ。じゃあ麺、うわこれ細麺がいいな、すげえ細麺だよ。これもうインスタント麺ぐらいみたいな感じで、ちょっとがっかりするぐらいインスタント麺みたいな感じだけど、まあいいや、いただきます。うまいな。ちょっとこの辺の辛そうな部位を食べてみましょう。辛辛ラーメンといえばこれだというような部分を食べてみたいと思います。うまい、なんだろうこれ、美味しいな。うまっ。チャーシュー食べよう。チャーシュー食べる前に必ずスープにつけて味をたっぷりつけていただきます。うまっ。さあ、続きます。海苔。
よりよいだろう。肉だね、辛辛ラーメンのこの辛味噌みたいな、あ、辛味噌みたいな感じだな。で、卵、うん、卵をいただきたいと思います。卵です。うまい、スープもいい感じ。でこの辺で唐辛子指だけにちょっと唐辛子入れましょうか。なんか見たことのあるようなこの入れ物だけどね。でごまですね、ごまいただきます。OK、チャーシューだごはん、チャーシューいただきます。ということでこの後は食べ続けました。だいぶ酔っ払っている時に食べておりますので見苦しい部分もあるかと思いますが、何卒ご容赦いただけながら見ていただければなと思います。やっぱりタイでも日本のラーメンを締めに食べられるといいものでした。はい、ということで行ってきました。旬のラーメン一風堂さんです。いやいや美味しかったです。やっぱりね、日本のラーメンをこうして飲んだ後に食べれるというのはこれ幸せなことですね。いろいろトッピングができる、トッピングのセットみたいなのを注文しましてですね、いやー美味しかった。しかしお腹いっぱい、いや本当にお腹いっぱい。まあでもね、今回もこうして日本のラーメンをですね飲んだ後に食べてよかったです。博多ラーメンなんですよね。だからこう細麺で、しかも豚骨ベースという感じでした。まあ、一風堂というと私が毎日のようにですね、通る場所、武井新太の近くに一風堂さんあるんですけども、そこの一風堂に行けばいいんですけど、私が通る時間はまだまだ空いてないんですよ。これね、何話してんだろうねって感じなんだけど、そうなんで今日はね、一風堂は本当に地元ですぐ食べれる、時間を遅らせれば食べれるんだけど、あと2時間ぐらい後にその道を通るってことはないので、今日はもうタイで食べてしまったということです。まあそれはちょっと言い過ぎなんですけど、一風堂があったんで、っていうかラーメンを食べたかったんで一風堂のラーメン食べてきましたということで、美味しかったです。ということで今回はですね、ラーメン一風堂さんに行って、最後のトワイで飲んだ後に締めに一風堂の、豚骨ラーメンを食べたという動画でした。どうもありがとうございました。グッドボス。